そもそも経済政策を考える場合にはまず必要なこととしてどのような政策目標をどのように設定するか、それが重要な問題になっています。個人レベルでは君新入生？はい。ここ誰かいる？あ、いる。君ゴルフとか興味ない？現役じゃないよね。はい。やっぱり一浪。受験が今年が初めてなんですか。え、嘘。そしたらいくつ？今年21です。え、マジで？俺とタミじゃん。じゃあ何、もしかして東大とか狙ってたの？いや受験はだから今年が初めてなんですけど。じゃあなんで？ちょっとちょっとってなんか隠してることあるとか。彼女できちゃったのよ。マジで？マジで？本当は台湾だしな。誰？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 将棋のプログラムを作ってみたくて。プロになる夢を諦めた男が見つけた新たな挑戦。定石なんかにとらわれない自由な手を指すんだ。プロ棋士と最強のコンピューター、どちらが強いか。僕が戦うのはあくまで彼が作ったコンピューターソフトなので。勝敗を超えた感動が胸を打つ青春物語。アウェイクがどんどん強くなっていくのが本当に楽しかったんだ。アウェイク。